サイクロトロン13投目収まりました。ゲートイン完了。スタート揃いました。何がいくか、龍の雪菜、これを制してクルセイズスピリッツサイクロトロン、13番サイクロトロン、7番クルセイズスピリッツ前に行きました。8番西野レオニダス、3番手の一戦、このうちに5番の龍の雪菜、外には10番サクセスエナジー続いていきます。中段に構えたのが4番コパノキッキング、これが前を追っていきまして、続いてブルミラコロ、上がっていくのはワールドリング、外目から上がっていきました。内に3番フランシスコ第5、直後に1番レッドルゼルは後方から中段に取り付いてきたところ、後方に12番のドーバー、それから2番サブノジュニアは後ろから2頭目の追走、6番バルラーも離れてしんがりです。3、4コーナー中ほど、前は逃げる7番クルセイズスピリッツに並んで13番サイクロトロン、さらに迫って10番のサクセスエナジー、外からはコパノキッキング、内からは龍の雪長さを詰めて4コーナーから直線、直後には西のレオニダス、さらにはワールドリング、外から1番レッドルゼル、大外から2番のサブのジュニアも突っ込んでくる、先頭は10番のサクセスエナジー、サクセスエナジー先頭、内から龍の雪菜、外からコパノキッキング、レッドルゼルが追ってくる、レッドルゼルが外から、内からは龍の雪菜が追ってくるが、先頭10番サクセスエナジーゴールイン、10番サクセスエナジー押し切りました。松山晃平騎手、迫ったのは5番龍の雪菜、1番レッドルゼル、これは内と外から襲いかかりましたが及ばず2番手争い、4番コパノキッキングが4番手。